ストレスはあるんですが集客マネタイズがうまくいきませんその理由とはということでお話してまいりますはい、あ、えと、ー、でね概要欄に個人起業家の集客に向けた、えー、チャット GPT プロンプト集を作ってますのでぜひご覧くださいはい、では早速ですがこの相談者の方はインスタを2アカウントフェイスブックもやってるフェイスブックライブのコラボレーションも精力的にやってる そしてマルシェっていう Zoom の交流会で LINE 読者を500名も獲得することができたそうです。そしてワードプレスのブログにもお金をかなりかけてとても美しいねプロカメラマン撮影された写真がむちゃくちゃたくさん載っているんですが集客がうまくいかないマネタイズできないっていうご相談でした。では一体何が問題だったんでしょうか とということなんですが、はいはい、まず、ね、1点目ワードプレスでで集客できているのかです、えー、まずワ、えードプレスのサイトの検索エンジンからのアクセス数を予測させるツールというのがあるんですがこのような数字が出ていました。はいえー、これで、すねねほぼこの中の何が問題かというとですね、えーオーガニック 検索エンジンからどんなキーワードで検索されているのかアクセスされたのかを判断する重要な数字なんですけどなんとここが0になってました、はい。お金をかけた割にはアクセスが獲得できていないということがわかるんですね。はい 未来のお客様が問題を解決したくて自分の問題を解決してくれる先生を探そうとした時にその人の目の前に「私です」と露出することができてないで判断することができるんです。ブログはプロフェッショナルにデザインしてもらって見た目をきれいにデザインしてもらうことむっちゃ大事大事と私も思いますけれどもアクセス数がなければそもそも見ていただけません。 そして次に、えー、LINE 読者が数百名いるのになぜ集客できてないのか、えー、せっかく、ね、交流会で頑張ってプレゼンテーションをしたそうですプレゼンテーションしたことによって LINE 読者が一気に増えたなのにマネタイズできないってこれすごく、えー、どこかに問題があるんじゃないかなと思いますのでこの問題について深掘っていく、えー、メールマガジンをこれから配信します。 でえー、と概要欄にこちらのページの URL 貼っておきますのでぜひね、ここからアクセスしてお読みいただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。